ハブリの皆さんです。今年ハブリの新曲披露は犬山陶芸祭、今年のテーマは信長祭り。織田信長が岐阜と命名をし、今年で450年、今年もハブリが岐阜を盛り上げます。よろしくお願いいたします。ハブリです。本日もよろしくお願いします。織田信長が岐阜と名付けて450年、今に続く信長祭り、ハブリらしくぜひ皆様お一人に、見ていただけるように。そして今年のハブリのテーマは次、継続することの大切さ、受け継ぐことの素晴らしさ、そちらを今年の曲に織り交ぜて大切に最後の10秒まで全身全霊で踊らせていただきます。それではよろしくお願いします。
さあここでご来場の皆さんにご案内を申し上げます。近隣店舗への駐車はご遠慮いただいております。近くの犬山市内の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。また会場内日傘のご利用ご遠慮いただいております。ごめんなさい、日傘ちょっと周りの方の目に当たったりすると危ないので、ちょっと日傘は折りたたんでいただきますようご協力ありがとうございます。